みんなでシネマティーク。どうも映画コメンテーターの有村昆です。今回も動画をご覧いただきありがとうございます。今回もワンカット長回しでバババババッと喋ってまいります、前編ねエヴァンゲリオンのですね予習編ということで一本もエヴァンゲリオンを見たことがない方向けに10分でわかるエヴァンゲリオン全解説というのをやっておりますのでぜひそちらもチェックしていただきたいんですが今回は後編です。はい、公開されたばかりの新エヴァンゲリオン劇場版のネタバレあり全て解説というのをやってまいります。ということでぜひねこの、動画面白かったらチャンネル高評価チャンネル登録をお願いいたします。さあそれではノーカット長回しで一気にやってまいりましょう。新エヴァンゲリオン私、3月の、8日ですか公開当日朝10時50分の回で見てまいりました。ミッドタウン日比谷でしたけども僕の隣にいたおじさんとそして高校生おえつしておりました。本当に僕は見終わった後僕の青春時代学生時代に再放送でやっていたあのテレビシリーズのエヴァンゲリオン毎週毎週友達の神崎と一緒にすごかったねなんてことを言いながら学校に通っていた玉川学園の日々が一気に走馬灯のように蘇りました。一言で言います。傑作です。本当に僕は胸がスカッとする思いと同時に本当にこれで僕のエヴァンゲリオンが終わりを迎えてしまうなら終わってほしくないけど終わっちゃった。始まりがあればいつか終わりはあるんだなということをですね非常に強く感じました。これは宮崎駿監督のジブリの終焉と似てますね。あの前編の動画でも僕解説したんですけどもまさにエヴァンゲリオンは一言で言うと平成なんです。ジブリも平成なんです。宮崎監督が引退をするエヴァンゲリオンもいよいよ幕を下ろす本当に平成という時代が終わりを告げそれが令和のくしくも3年に公開されてしまいましたけども次の新時代に入っていくんだなということを強く強く感じる一本でしたね。でなぜこの令和の時代に入っていくのかっていう解説はこの後最後の方に重要なことを言っていきます。はい、であとやはりあのエヴァンゲリオンからの卒業ですね。3月のこの時期に卒業証書を渡されるかのようなあのエンディング大人になれよそしてこのエヴァンゲリオンを作ってきた、まあ、カラーというね制作チームエヴァンゲリオンの呪縛からも全員がいよいよ卒業する制作陣も見てる我々も全員がエヴァから卒業するという素晴らしいハッピーエンドであり大団円ミュージカルで言うならばカーテンコール長い長いエンドロールも僕の中では全く苦になりませんでした。今まではねエヴァンゲリオンというとどうしてもこう気持ち悪く終わるエンディングっていうのがなんとなく目立ったんですけれどもいやでですね一番やっぱり皆さんもう YouTube でたくさんの考察動画上がってると思うんでまああの他の考察動画もありますしそれからこれは私有村昆個人の考察を今からお話しさせていただきますがやはりラスト1時間の畳み掛けがすごかったですね。一番の見どころは後半の1時間です。まずですねそのトリガーを引いたのは綾波レイの死ですね。赤ちゃんになって一からそのありがとうとかお休みとか、さよならとかっていう言葉を覚えていくそれがおまじないである特にさよならのおまじないがまた会うためのおまじないっていうのは本当に終わりを予感させる伏線であったなと。で綾波が途中でバーンって死んでしまったところはもうこれ今完全ネタバレなんだね皆さんお気をつけいただきたいと思いますが本当にそこからトリガーが引かれたなと思いました。でここからの畳みかけがすごくてですね今までエヴァと使徒が戦っていたにもかかわらずエヴァとエヴァが戦うっていう展開しかもそれが自分の父親と戦うというこれがもう僕はもう映画に例えるまあもちろん映画のプロなんでねあれですけどやっぱりスターウォーズ あのダース・ベイダーとルーク・スカイ・ウォーカーですよね。やっぱ父親が実は一番の黒幕であったと。でこれはあの前の考察動画を見ていただきたいんですけども前編でねエヴァンゲリオンのネタバレなし見ていただくと昭和に対する平成の逆襲であるということですね。昭和の親父たちにやられてきた平成の若い者たちがいかに昭和に対して戦いを挑んでいくかそして平成という時代を終わらせて令和の次の世代に何をじゃあ平成チームは残せるんだろうかということを歌っている作品でしたね。であの13号機がですねこう戦うところもすごくてなんかその戦う部屋がどんどん変わっていくんですよ。最初はあのビルのミニチュアみたいな感じであえてあれチープな映像の CG を出してるかなと思ったんですけどもあれはね
まさに僕、シン・ウルトラマンへの伏線なんじゃないかなというふうに思っております。あのウルトラマン感、まあ、あれはシン・ゴジラ、シン・エヴァンゲリオン、そしてシン・ウルトラマンと続く僕は伏線のような気がいたしました。で、さらにはそのエヴァ同士が戦う部屋がどんどん変わっていくんですね。それがミサトさんの部屋だったりとか教室とか、そんなことは実際にありえないんですけども、これはやっぱりね、当時の庵野監督世代の ATG 映画、これぜひ ATG 映画で皆さん検索していただきたいんですけれども、あのアバンギャルドな抽象的な前衛的な演出をする時代が、まあアメリカがあれですね、明日に向かって撃てとか、アメリカンニューシネマ、ベトナム戦争をやっていた時代に、あのタクシードライバーとか作られた結構その前衛的なキメキメの、あの若い人たちの監督が新たな映画を作り出す時代があったんですけども、まさに日本のヌーベルバーグの象徴をアニメでやったという逆張りの神格化ではないかなというふうに思っております。で、さらにその逆張りで、え、これを今の令和に出してくるんだっていうので一番びっくりしたのはパラパラ漫画ですよね。あの今までカラーでバチッと CG 使ってやっていたものが、後半白黒のパラパラ漫画で書いてあったじゃないですか。あれはまさに逆張りで、誰も想像だにしなかったことをあえてシンプルイズザベスト、金の茶室からいきなり千利休のいる黒い何もない茶室に一輪の花があるというようにそぎ落としたことも庵野監督の一つの罠であるかなというふうに思いました。で、あのあれですよね、結局シンジ君と綾波が対峙する、2人が向かうとですね、そこにプロジェクターがパーンと映って、壁に新世紀エヴァンゲリオン、アニメ版のオープニングとかいろんな名シーンがバーッと映りましたよね。あの意味は皆さん何だか分かりますか？あれはですね、まさに ATG 映画の田園ニシスという映画を見てください。田園ニシスのラストシーンです。フィクションだと思っていたら、実はその世界はノンフィクションだった。あの田園ニシスという映画はですね、北国のところで時代劇かなと思ってずっと見ていて、おばあちゃんとその息子が最後ご飯をですね、ビュービュー吹雪の舞う中、このいろりかなんかを囲んでこうやってご飯食べてたら、壁がパターンパターンパターンと倒れたら、なんと新宿のアルタ前だったんですね。しかもそれが現代です。で、そこの前でお芝居をしていたんですよというシーン、これどういう意味だか分かりますか？エヴァンゲリオンの世界は実は舞台の上で起きていた、スタジオの上で撮影されていたというフィクションだったんだよというのをあそこで暗示してるわけですね。だから最後のシーンがやたらテレビ局のスタジオっぽい、映画のスタジオのセットっぽいところでロケされてましたよね。あれはですね、まさにこれはもうフィクションの世界で、今までの世界はスタジオの中で撮っていて終わったんだよ。だからあの怪獣が出てくるような最後のエヴァとエヴァが戦うミニチュア感、ビルがミニチュアだったりしてるわけですよね。うん、というその ATG 映画を、これぜひね、田園ニシスという作品を見てみることを強くお勧めいたします。これか元ネタはというふうに僕は思いました。で、あとやっぱラストですよね。そのなんだ、電車にですね、碇玄道とシンジ君がこう乗っているシーン、あれも僕はジブリの千と千尋の神隠しだなと思いました。あれは生の世界でもなく死の世界でもない、まさに顔なしと、千尋が電車に乗っている、あの三途の川を渡っているかのような行ったり来たり、この世とあの世をしているシーン、まあ時間を紡ぐ銀河鉄道と言ってもいいと思うんですよね。で、2人がどこの世界にもいるかわからないけど、その電車の中だけで会話をしていく精神世界の話になるということですよね。で、そこでやっぱりその碇玄道に関してはまさにスターウォーズのダース・ベイダー的役であり、その大好きな人を、だからスターウォーズでいうとこのアナキンはパドメ、自分の奥さんを守るために、まあダークサイドに落ちてしまったわけですけれども、碇玄道も自分の奥さんと会いたいという私利私欲、自己中な理由のためから、この人類補完計画を発動し、実は全ての黒幕は碇玄道であったと。非常に大迷惑な男ですよね。で、碇玄道は碇玄道で自分の私利私欲のために自己中でやっていたけれども、結局その息子のシンジ君も自己中の世界に、まあ凝り固まっていたと。親子ともにですね、その地球全部を巻き込んだ親子喧嘩であるというのが新エヴァンゲリオンの結末だったかなと。これは、宇宙全土を巻き込んだダース・ベイダーとルーク・スカイウォーカーの壮大なる親子喧嘩であるというのと非常によく似てます。ただ地球からすると大迷惑な話ですよね。碇玄道、本当にお前はもう永久戦犯であるというところが非常に言えるんではないかなというふうに思います。ただ
碇玄道もラストシーンに関してはズブーって刺さって妻と共に死を迎えられるという喜びがあり、シンジ君はシンジ君で自分のその今まで世界系で君と僕だけいればいいという世界だったのがみんなが幸せにならねばならぬということで、ここはねアベンジャーズのエンドゲームとよく似ているんですけれども、パーンってやるとみんながまた死んじゃったけど戻ってくるっていう、そこからもう一回時代が動き出すというちょっとエンドゲームにも通ずる部分があるんですけれども、14歳から時を刻み始めるというところがありましたよね。でこの電車のですね終着点と僕は言っていいと思うんですが、碇玄道とシンジ君が乗っていたあの銀河鉄道の行く末が実は最後の駅のシーンにつながるというふうに僕は考察しています。でそこから急に大人になって、でシンジ君がだからもう就職活動をした後の社会人1年目みたいな感じですよね。うん、でそこにマリさんがいて、2人がなんか付き合ってるみたいな感じになり、さあ行こう僕とっていう風に急に今まで後ろ向きだった碇シンジ君が前向きな、そしてそれを見守るマリさん、年上ですけども、マリさんはもう実年齢で言うと40か50ぐらいいってるはずなんですけれども、マリさんと共に手をつないで階段を駆け上がっていくというのは、あれはまさに昭和平成、いわゆる昭和は碇玄道の時代、平成は碇シンジの時代、そして令和にいわゆる元号が変わったんだ、もうこじらせ系世界系は終わりなんだという象徴だから、シンジ君はさあ行こうというふうに手を差し伸べたのではないのかなというふうに僕は思っております。うん、で結局そこからポジティブに変わって令和の象徴となり世界系の終わりであるということですね。で結局みんながそこに綾波もいたしアスカもいて、みんなハッピーエンドになって、それぞれこれはまあいろんな考察動画見るといろんなの付き合ってんじゃないかどうかっていうのはまあいろいろ言われておりますけれども、これはですねやっぱり自分の私利私欲のために動いてきた土の時代からいよいよ風の時代になる新時代がここで到来するんだというメッセージで、先ほど言ったように、我々もエヴァンゲリオンが終わったんだという卒業証書をあそこで渡され、急に現実世界になりますよね。庵野監督の出身地である宇部市の駅のシーンがバーンと空撮で映ると、なんと実写に変わっていたということなんですよね。そこから空撮でバーッと追っていくんですが、ここから僕の一個だけ、言いたいことがあります。おそらくこれは僕の考察深読みかもしれませんが、なぜ実写になったのか皆さん分かりますか？あれは新ウルトラマンへの伏線ではないかなというふうに思っております。実は僕新ゴジラ、新エヴァンゲリオン、新ウルトラマン、全部巨大化してるもの同士ですよね。ゆくゆく新ユニバースというのが立ち上がるのかなというふうに思ってます。なのでゴジラ対エヴァンゲリオン対ウルトラマンが世界観が実はつながっていって、でそこに最後のラストシーン、宇部市の碇シンジ君とマリさんのちゃんとした人間版が出てきて、ゴジラと戦ったりしていく一つの実写版の布石なんじゃないかなというふうに思ったんですよね。うん、なのでこれはまあマーベルシネマティックユニバースのように、実は庵野ユニバース、まあ庵野シネマティックだと ACU ですね、はい、ACU がこれから起こるんじゃないかなという、ちょっとこれは深読みかもしれませんが、だから現代パートは急に実写になったんではないかなという考察が成り立ちますが、ぜひ皆さんのですね考察をいろいろとお聞かせいただきたいと思います。僕もなかなかね映画の洋画が専門なものでなかなかそのアニメに対してはおそらくエヴァンゲリオンに関しては皆さんの方がかなりお詳しいと思うんですが、映画的見地から今回の映画を、まあ、考察深掘りネタバレあり徹底解説をさせていただきました。この動画が面白かったという方はチャンネル高評価チャンネル登録、そしてあなたの考察もぜひ伺わさせてください。はい、毎週日曜日は私生配信やっております。最近はねクラブハウスでも、このシネマラボを立ち上げております。で私オンラインサロン有村コンのオンラインサロンシネマラボもですね、僕と一緒に映画鑑賞したり、映画の考察批評をですねみんなで言うコンテンツもやっておりますので、ぜひ皆さん、オンラインサロンもチェックをよろしくお願いいたします。それでは次回もみんなでシネマティークご覧いただきありがとうございました。